はい、サバちゃん TV です。こんにちは、大志でございます。本日はね、ローテ最後の1枠というテーマでお話をしていくんですけれども、まあね、賛否両論といいますか、首脳陣の中でもね、決めきれていないという部分なので、まあ、非常に難しいです。語るの難しいんですけど、まあ、私なりの現状の理解とか、首脳陣の考えの組み取りとか、その上で、いや、これってこうするべきでしょ、みたいなことを、まあ、一ファンながらね、お話ししていけたらなというふうに思います。なんで、そろそろね、シーズン入ってくるんで、まあ、オープン戦はね、基本的に楽観的に見てきましたが、シーズン頑張ってほしいし、やっぱ勝ってほしいという思いがあるので、まあ、どうしてもこう、勝つための采配を本当にしてるかみたいなところを見てしまう部分もありますので、まあ、一見ね、マイナスなことも言っちゃうと思いますが、監督、選手、コーチに対するリスペクトはね、しっかりと思って、こう、自称は恨めど、選手というか、人は恨まないと言いますか、まあ、そういうふうな感じでね、こう、批判の範疇に収めて、まあ、行こうかなというふうには思います。まあ、もちろんそんな批判的に何でもかんでも言うつもりはないけど、はい、ここはこうした方がいいんじゃないって個人的に思いますみたいな意見は入ってきますということはお伝えしておきます。はい。で、今のローテ候補ですね。まず前提として、6月まではローテ5人で回せます。で、もちろんね、日程的に5人でいけるけど、6人、7人、8人にしても問題ないよというのはごもっともだと思っています。まあ、ただ、最低ね、5人必要というところで、みんなローテ5枚どうする、5枚目どうするって話をしてるんですね。で、現状ね、ファイターズといえば、伊藤大海、加藤貴之。この2枚はすごく安定しているので問題ないでしょうと。で、それに新しく加入した幸也ですね。山崎幸也、昨年11勝している左のエース。当然、ローテ入ってきます。調子もいいです。で、この3枠埋まってるんですけど、プラスアルファでね、ファイターズといえば最近、上原選手がいいです。特に去年はね、伊藤加藤に並んでいるというか、もう、投球の質、数字的には、上原の方が上なので、まあ彼もね、今オープン戦非常に結果残しているし、2軍でも状態がいいので、当然ローテ候補には入ってくるよねというところで、ファイターズ4枠埋まってるんですね、先発が。なので、5枠必要で4枠埋まってるので、残り1枠どうするという話をしてるんですけど、この北山投手、根本投手っていう名前が今日、立山さんから記事で上がりました。じゃあ具体的にどういう争いをどの選手で行っているのっていうところを今図示している感じですね。この数字はオープン戦の数字です。練習試合とか対外試合とか紅白戦とか含んでいないんですけれども、オープン戦ね、実は先発候補の選手たちあんまりいいピッチングしてないという状況がございます。まず北山投手、2試合8イニング、ケーパービビ 1.33 なので三振とフォアボールの比率が 1.33。まあ、個人的にはこれが2位超えてほしいし、3超えたら優秀だしっていう数字なんですけど、北山投手は三振取れるけどフォアボールも多いということで、この数字が安定してこないよと。で、WIP、1イニングあたりに出すランナー数ですね。ここが 1.63 になっています。1を下回るととっても優秀。ね、だいたい 1.2 ぐらいが平均のローテ投手って感じなんですけど、まあ、1.63 は非常に多い。1イニングで平均 1.6 人のランナー出しますよという数字なので、あんまり良くないですね。まあ、とはいえ、北山投手ね、1試合不調のマウンドがあって、1試合好調のマウンドがあったというところで、まあ、N 数少ない、登板数が少ない、ゆえにこういう数字になっているというところもあります。で、紅白戦練習試合含めると、彼が炎上というか乱調になったのは1回だけだと思うので、まあ、去年よりもこの比率が減ってるかなと、今のところ順調に調整ができてるかなという印象がありますので、数字以上の印象の差はあるかなと思います。次にバーヘーゲン投手。オープン戦4試合に先発しまして、9イニング投げていますが、ケーパービビマス 2.0 ね、これは北山投手よりいいよねと、フォアボール5で三振10なんですけれども、問題は WIP ですね、2.22、これは非常に多いです。1イニング出すランナー数が 2.2 人という形ですね。で、北山投手と同じように数字と印象の差があるのかというと、バーヘはないです。この数字の通りの印象ですね。もうフォアボール
安打でランナー出しまくる。まあ走られまくる、まあまくってるかな、走られてますね。足も疲れているし、失点もしているよという感じです。まあバヘゲに関してはね、それ以上に球速が出ていなくて140ちょいっていう感じなので、当然打たれるよねと。で制球も良くないんでね。なんでかなり苦しいマウンドが続いているかなと思います。立山コーチ曰く、バヘギンの、まあ、投球のメカニズムといいますか、まあ、不調な部分があって崩れているのか、それとも投球のフォーム全体がね落ちているのか、 何らかの形で崩れているのか、まあ、それとも筋力だったりとか年齢的なものなのかっていうのは難しいんですけど、去年メジャーで放ってたんですけど、8月以降球速がぐんぐん落ちているよって情報が実は出てきていて、まあ、なのでもしかしたらバーヘーゲンの今のピッチングっていうのが彼本来の今の姿っていう見方が正しいかもしれないですね。つまり、まあ、シーズン進む中で状態が上がっていって終盤無双とかっていう形にならない可能性があるかもしれないです。まあ、なんで今のところね、非常に苦しいマウンドが続いています。で鈴研ですね、まあオープン戦は1試合しか放っていないんですけど、まあ、2軍でも状態がいいし、2月の対外試合紅白戦も非常に良かったということもあって、1試合3イニング K バービビー 3.00 ウィップ 0.67、 非常に優秀な成績でございます。で鈴研状態がいいんですけど、まあ先発かというと難しいと言いますか、リリーフ入ってくれた方がファイターズとしては嬉しいっていう感じかもしれないですね。まあ、ただ当然数字はいいので候補ではありますと。で、あと根本投手ね、3試合放って11イニング。今日ちょっと不調で、前回も不調やったので、まあ、K バービビー 4.00、つまりね、三振は取れてると。で、フォアボール少ないよという状況ですが、ウィップ 1.45、ランナー出してるよという状況ですね。まあ、この数字の通りの印象です。球のキレがすごい悪いとかは思わないけれども、ちょっと甘いところに行って、安打打たれたりとか、フォアボールを続けて出してしまうみたいなシーンがありますので、まあ安定して先発任せられるよねっていうピッチングではないような気はしますね。という先発候補たちのピッチングの中で、立山さんは北山投手か根本投手という話をしているので、鈴研はどこ行ったんかなっていう印象を受けています。まあファンの中で意見分かれると思うんですけど、今の体制、今のこう先発ローテ候補の中では、安定感の高い鈴研が5枠目入るか、もういい時はめっちゃいいから爆発力のある北山投手を5枠に目に入れるか、まあ、それか将来性加味して、年齢も20歳、21歳、まだまだね、成長速度が高い、根本投手に経験を積ませるために5枠目入れるかっていう、まあ、この3択かなっていう感じはしますね。ですが、本来ですね、この5枠目、多くのファイターズファンが思い描いていたのは、金村翔真かなと思うんですよね。新人王資格を持ちながら、去年4試合4先発して、4試合ともクオリティスタートを決めているね、非常にいい先発投手がおりまして、まだまだ年齢も若いと、ね、将来性もある、安定感もあると。で、いい時は爆発力といいますか、7回、8回、ポンと抑えてしまうようなピッチャーなので、いやまあ順当にいけば金村選手かなっていうのはあったんですけど、リリーフに回って今勝ちパターン入っています。でこれね、2回にわたって私動画化していて話してるんですけど、バーヘーゲン投手が、まあ、先発5枠目固定といいますか、契約上ね開幕5戦目に行かざるを得ないという形であれば、まあ、金村選手を2軍につけておくのももったいないから、1軍リリーフで調整っていうのはいいと思ったんですね。いいというか、まあありかなと思ったんですよ。私は金村選手先発の方がいいと思ってるけど、その選択もいいのかなって思ってたんですけど、どうやら違う。なんか本当に金村君を勝ちパとかで1イニングショートリリーフで1年間回していくんじゃないかみたいな、まあ、温度感が出てきていて、それに関しては個人的にはあんまりよくは思ってないというか、もったいないなっていう印象はあります。これでファイターズが先発大国で、もう先発投手溢れ返っているから、リリーフで安定してね、投げてくれる金村君をリリーフっていう形だったらまだわかるけど、先発5枠目どうするって話が未だに続いている状況で、一番優秀な金村投手がリリーフに回ってる、この現状は若干歪と言わざるを得ないかなと思っています。
愚策とかまでは言わないけど、やっぱり本来先発にいるべきピッチャーかなと思いますね。というのが、まあ、ネット上でもね騒がれているし、まあ、ここ擁護否定っていうのが意見飛び交ってるけど、個人的には若干否定です。やっぱり先発してほしいピッチャーかなと思ってます。まあ、ただしかしね、あの応援するスタンスとしては、じゃあ金村選手がリリーフするたびにそこの文句言うのかというと、そうではなくて、リリーフでフォールならフォールで勝ちパターン金村、セットアップ金村、全力で応援していくし、彼がねいい成績残してこうキャリアアップにつながっていくのを心から願っているから、まあ、そこはね変わらないかなと思います。で、まあ、金村くんの問題はじゃあ置いといて、もう一人リリーフに回ったピッチャーがいて、マーフィーですね。はい。まあ、先発オープン戦対外試合していて非常に良かったんですよ。 3回4回投げても球速が落ちない、しかもその球速が150中盤とかなんで非常にいいですよねっていうピッチャーだったんですけれども、まあ、今リリーフ回っていて、なんかショートリリーフが合わないというか、被安打だったりとかフォアボールだったりから崩れていく、失点してしまうっていうのが見られて、これね、私もちょっと誤算というか、マーフィー投手ね、出力が高ければ1イニングさらに余裕で抑えられるかなと思ったんですけど、意外とこう崩れ出すと止まらないというか、で崩れるきっかけもなんかフォアボールとか被安打とか結構ポコッと打たれてしまったりするので、難しいですね。でしかもこれがね8回とか7回だと、まあ、余計にね相手選手たちも集中しているからランナー出しやすいじゃないですか。でそこからダイソーを絡めて1点っていうのが容易にできてしまうと思うんですよ。だから去年ね、セットアッパーロドリゲスで落とした試合、皆さん思い出してると思うんですけど、マーフィーもねそのリスクがあるピッチャーだと思うんですよね。ただ先発として投げられる球速の速さっていうのはかなり魅力的なピッチャーでございますので、今この先発5枠目が決まっていなくて、かつリリーフとして使うには若干心もとないよという状況を考えると、マーフィー投手むしろ先発調整回して、まあ開幕から使えないですよ、あのもう試合数ないんで、でも3試合かな、2軍だったりオープン戦で先発でピッチングして、まあそこから状態が上がってくれば、まあその4イニング5イニングを1軍でフォールっていう先発の仕方から入っていってっていう方が、まあマーフィー投手にとってもね、当初先発するっていう意気込みでいたし、特性を考えてもそっちの方がやりやすいんじゃないかなと思ったりしますね。まあ、マーフィー投手ね、こうランナー出さなければいい球放り続けるみたいな感じにも見えるんですけど、ちょっと崩れると簡単に崩れちゃうので先発の方がやりやすいかもなと。それこそこう2年前3年前に、まあ、4年前かもあれ、バーヘゲン投手がねファイターズにいて、ランナー出しても関係ねえよと、もう打ち取っていくんだと、盗塁ならしたければすればいいみたいなスタンスやったんですけど、まあ、そういう感じでマーフィー投手も放っていった方が成績は上がるかなというふうに、個人的には思った次第でございます。はい。でもう一個気になるポイント、記事で立山さんがね触れていた、今日根本投手がね高騰したらまあ5枠目に入れるかなって話をしてたんですけど、まだ決まらないなと。で北山くんか根本くんっていう話になってたんですね、あの話が出たんですね。一番成績残してる鈴木はと安定感のあった鈴木どこ行ったって話がありまして、これもしかすると先発ローテから鈴木今漏れていて開幕2軍なんじゃねえかなと思っていて、となるとちょっともったいないなっていうふうに個人的に思うんですよ。というのも金村くんが今ねリリーフ回ってる事情って、まあ、リリーバー足りないよ問題なんですよ。池田投手が肘かなの故障っていうニュースが出ましたね。もう最悪なんですけど、開幕いけないと、はい、8回投げる炎のセットアップがいないから代わりにオーバースペックだけど金村くんを勝ちパに入れてるって状況だと思うんですよね。
だとしたらリリーフ非常に不足してるんですよ。不足というか不安があるんですよ。まあ打たれてるピッチャーも多いしさ。だとしたら使える選手は全部使わないとねと。でその使える選手の中でも特にリリーフ適性が高くて左の先発が多いファイターズにおいて右バッター並べられたそこに刺さるね、6回7回で放れるピッチャー鈴木健也がいるんですよ。なんで鈴木健也はあのファイターズ先発って使わないならね、先発調整してるけど使わないなら金村くんよりもずっと優先的にリリーフに置かなきゃいけないピッチャーだと思うんですよね。まあもちろんね置くかもしれないですよ。もう鈴木健也はリリーフで行こうって、あのロングリリーフとかあるいはセットアップの候補の一人としてブルペンに置いとこうとなってるなら全然いいんですけど、もし鈴木健也2軍につけたまま、しかも怪我とか何もなく全然いい状態なのにファームで開始ってなるなら、それはちょっと違うかな、もったいないかなというふうに思いますね。今リリーフね、ちょっとまあ安定感ないとは言わないけど、金村くんも入ってるからね、あの勝ちパとかは安定してくると思うんですけど、まあやっぱりそのロングリリーフといいますか、試合立て直しだったりとか、どこでも放れるあのブルペンの一人というところで鈴木欲しいんで、そこはちょっともったいないなと思う次第ですね、使わないなら。はい、でもう一点かな、今日なんかこんな不満たらたらで申し訳ないですけど、やっぱそのあのシーズンがね近づいてくると、どうしてもこうファン一人一人がね思い浮かぶベストプラクティスがあると思っていて、まあ、それを共有してね、みんなでわちゃわちゃ話そうよっていうのもプロ野球の面白さだと思うので、まあその監督コーチがねあのする作戦っていうのはもちろん考え抜かれたものだと思うし、それはそれで尊重するし選手も応援するんですけど、まあ、ただそれに対する反応としてあの考え伸びていくというのもまたこのチャンネルのスタンスなので、お許しください。で立山コーチの発言ですね、あのローテを決めるにあたって僕だけの判断ではないという話をしてますね。で体制に疑問と書いてるんですけど、まあここまでではない、別にあのそんな大それたことを言うわけじゃないけど、立山さん去年ね、中継ぎ投手の管轄をしていて、まあ、非常に良かったんですよ。一番投げたピッチャーも50試合ぐらいに収まっているし、負担も少なくいったと思うんですね。で、まあ、有名なあの中継ぎ投手の負担軽減がどれぐらいされたのかっていう動画があるんですけど、それでもファイターズは最下位、いい意味で最下位、負担全然少ないよねっていう形やったんで、まあ、盾さんは私は優秀な投手コーチだと、いい投手コーチだと思ってるんですね。でこの僕だけの判断ではないっていうのが、まあ、ローテの話なんで、まあ、当然そこには監督の裁量が入ってきて当然だと思います。それ自体に疑問はないんですけど、ただ監督がね、以前今年は僕が全部判断しますみたいな話をしていて、ちょっとネット上がざわっとなった、まあ、出来事がありました。で私個人的にもそれちょっとざわっとなっていて、優秀だった立山さんとかね、まあ、あとはいろいろ先進的に学んでいる八木さんだったりとか、ファイターズね新庄監督が連れてきた優秀なコーチ陣がいますと、そのコーチ陣にいろんな責任をデリゲートしてで全うしている中で、全部また自分が回収してもう一回全部自分でやりますとなると、全然ちょっとそれは話が違ってくるよと。で新庄さんもスーパーマンではないので、何でもかんでも成功はしないし、やっぱりその自分の人生自分の生活を全部そこに注いでくれてる、投手の管理だけに自分の時間全部注いでくれてる里山さんの方が当然あの資料が深いと思うので、そうなってくるとねまた違うなと思っていたんですけど、まあ、今回のこのローテについて、あの僕だけの判断じゃないよっていうふうに言っているのを受けて、まあ、ちょっと疑問を持っていると。はい、まあ、ローテのことなんで監督もね関わるとは思うんですけど、中継ぎとかももしかして関わるのかなみたいな、やっぱりそこが気になるポイントではあったりしますね。まあ、ただ立山さん個人的にはね、立山スペースだったりとか、あるいは解説者としての立山さんのね意見をいろいろ聞く中で結構うなずける部分が多かったと言いますか、今の金村さんみたいな感じでね、きちんと経験と数字と、まあ、それから歴史に基づいて、判断されてるなという印象を受けるので、まあ、去年のロドリゲス起用とかもね
何か理由があったんだろうというふうに思ってます。なので立山さんのことはね、私は、まあ、信頼してるよりなので、いい結果を残してほしいなと言いますか、こうやっぱりよくわからないような判断が続いて、リリーフに入るべき選手が入れなくて、で選抜すべき選手がリリーフやってみたいなのがずっと延々と繰り返されるような感じだとやっぱ不安に思っちゃうので、まあでもシーズン始まってみてね、もう先発5枠全員埋まってピッチリ投げていて、金村くんこれもし2軍で調整してたら投げる機会なかったけど、今勝ちパターンで放っていて生き生きしてて数字も上がっていいねと、でファイターズ強いねとなればそれはもう全然いいので、その結果になることを祈りつつ応援していきたいなというふうに思います。ぜひともね、先発ローテ残り1枠について皆さんの思うことをコメントで教えてください。ではまた。